ストレートエニアグラム M8 小隊二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい。今日は、タイプの5人シリーズ、5人シリーズタイプ1とタイプ8の紹介をしたいと思います、はい。タイプ1も、タイプ8も強い意志を持ち、自分の思い通りに従り、そうするために周囲の人々にどんどん命令することができると。ただしタイプ1は道徳的義務の観点から、自分が考える正しいことをするように圧力を加える、なぜならそれがなすべき正しいことだからであると。それに対してタイプ8は善悪や原則や道徳などは一切関係なく、個人としての強制力や威嚇、これはもう暗黙のものか露骨なものかに関わらず、報復や暴力といった脅しを用いて他人を自分の思い通りにすると、つまりタイプ1は確固たる良心が働いているため、他人が自分の指導に従わないと腹を立ててしまう。一方タイプ8は良心をものともせず、自分の欲求を通すために一層攻撃的になる。なんでやってることは一緒だけれども、正義があるからって思っているのか、それがないのか、正義と欲望って感じですよね。でもまあやってることは周りから見ると一緒っていう。でこれらの2つのタイプの最大の誤解の中には、伝統的なエニアグラムの教えでいうタイプ8のいわゆる正義に対する関心があると、厳密に言えば正義に関心を持つのはタイプ1だけであり、タイプ8はまず持たないと書いてあります。正義はタイプ1にとって極めて重要な信条、健全なタイプ1だけでなく通常のタイプ1、不健全なタイプ1にとってすら、この正義っていうのは常にそこにあるものです。正義の鉄槌ですよね。ただそれがその人のっていうことなので、周りの人からすると、その正義が正しくも、正義かどうかっていうのはあるのかもしれないですけども、正義だと思ってやるところが厄介なところですよね。でそれが世の中を良くするものと思っている、タイプ1は、一方全てのタイプ1が正義を問題にして、正義を得ようと努力し、不正義を目にすると必ずそれを正したがると、そうしないと罪の意識に駆られる、っていう感情は、タイプ8にはまずないと書いてあります。通常から不健全までのタイプ8には正義は全く関心がないと、それどころかタイプ8は罪の意識や自責の念のかけらも見せずに、目に余るような不正を他人に働くことがあると、正義を尊び他人の公正を扱う必要性を認める可能性があるのは、最も健全な状態のタイプ8だけであると。最も健全なタイプ8だけが正義にちょっとだけ興味を持っている、と書いてあります、健全なタイプ8の場合でさえ、通常彼らの正義感は彼らの自我や他人の保護者、扶養者という自分の役割の延長線上のもの。タイプ8が正義に関心を抱くのは、普通は自分が面倒を見ている、もしくは権力下にあるものがの人々が公正に扱われるべきだ、要は自分が守ってやっている部下たちが公正に扱われるべきだろうっていう時だけ正義がある。そのための正義って感じですよね、きっと。そうです、なんでそのカウボーイの保安官が町を犯罪者から守ったり、労働組合の委員長が一般組合のために正当な賃金を勝ち取ろうとする、例えばタイプ8がそうだった場合、こういった狭い意味での正義感、なんで彼らがお金をもらっているのが多分悪いとは思ってないかもしれない。ただ こいつらは公正に扱うべきだろう、俺は金もらってるけどねっていうのは、それがあるって言ってるわけじゃなくて、それは別に悪いと思ってない、でも多分タイプ1だったら絶対にもらわない、絶対に正義があるから、これは正しくない、この組織だけじゃなくてってところですよね、きっと、
あそこもダメでここもダメだみたいな感じで、この世の中全部を正そうみたいな思いがある。できるかどうかは別として、はい、なんでタイプ8の正義っていうのは、うん、そういう自分が守ってやっているところの正義っていう意味ですと、うんうんうん、このおそらくタイプ1とタイプ8の混同が起きるのは、うん、一部のタイプ1が自分をタイプ8と誤認して、うんうんうん、タイプ8のような権威と影響力を持ちたいと思っているからであると。あ、8に憧れるんですかね。やっぱりあのタイプ6の私から見ても、うん、やっぱりちょっと孤高感あるじゃないですか。まあ、うん、ライオンですよ。かっこいいですよね。かっこいいですよね、うん、いや自分がやりたいことをやる、うん、エネルギッシュで、うん、で自分が欲しいものは必ず手に入れる、うん、っていう面は、うん、かっこいいですよね。ちょっと憧れます、うん、で1の人がタイプ8度誤認してタイプ8のように振る舞うってところですよね。で彼らはまた攻撃的衝動を持っているから、うん、自分は攻撃的だと思う、うんうんうん、要は人に怒れる俺って、うん、8だよ、8っぽくないっていうところですかね、うんうん、でより8の方にバイアスがかかっていく、うん、で実際には彼らは自分の理想に素直に従っているに過ぎないと、うんうんうん、それに対してタイプ8は極めつきの真の攻撃タイプであると、うん、いや極めつきのがカッコで書いてあるのでちょっと強調してみました。強調して、はい、タイプ8はほぼ絶対に自分をタイプ1だとは間違いない、うんうん、それは分かりますタイプ1を臆病で熱情にかけ、うん、単に弱すぎて強くなれないから道徳に頼っているだけの人間とみなしているからであるすごい言われようですね。すごい嫌なやつに書かれてますねっていうふうに書かれています、うんうんうん、でまた別の本、うん、カレン・ウェブさん9つの性格タイプがわかる、うんうん、タイプ1が、まあ、タイプ8かもしれない、うん、と思った時の、まあ、質問として、うんうん、あなたは言動を規制するルールをいつも守りますか、うん、ルールを守りますか、うんうん、イエスなら1です、うんうん、8はルールは俺だぐらいのことはあると思うんですね、うん、でその8の人、8の人っていうか、はい、まあ、うちの親父ですけど、はい、ルールが変わるんですよなるほどその場面によってみたいな。あとは、うん、気楽に楽しむことができますか、うんうん、最後まで楽しめますか、うんうん、ノーが1、イエスが8と書いてある、うんうんうん、要はタイプ8はエネルギッシュなので、うんうん、いろんなところで、うん、要は自己主張、うん、いろんなところで自分の言うことを聞けっていうのができる人、うん、リーダーシップを取って、うん、その場をコントロールできる人、うん、なんで多分あまり我慢がない、我慢がないし多分楽しいこと好きなんですよね、はい、うん、なのでそういうのにこういろんなところでそう楽しんでくる、はい、一方タイプ1としては、うん、あの融和タイプなので、うんうん、どうしてもこの空気を見て、うん、あそうで多分このルールが重要じゃないですか。輪を乱してはいけない。そうで、はい、そういうのってバンとこう見ると完璧じゃないわけじゃないですか。そうですね、うん、そうすると空気のバランスはこうやって、まあ、フラフラしているところもありますよね。いろんなところが気になると思うんですよね、タイプ1の人って、はい、あそこのあれが良くないなとか、あの人がこんなことを、ああいう態度は良くないなとかっていう不満な部分が多分いっぱい目につくタイプで、うん、タイプ1は一方、うん、そういった怒りの感情は良くないと思っている、うん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 、そうなのでこうイライラしてる、はい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 、タイプ1の人になんかちょっとイライラしてる感じが見受けられるので、なんかイライラしてんのとか言ってたらそんなことないですみたいな怒ってる怒ってるやつそれってやつですね、怒ってるやつみたいな、はい、っていう感じのことが多いんで、でその感覚もいけないことだっていうルールが多分あると思うんですよね、はいはい、なんで多分これも周りからすると、うん、タイプ1とタイプ8は、うんうん、なかなか分かりますよね。分かると思います。この人1じゃないっていう、うんうん、あ8じゃないっていうのは8じゃない、はい、うん、で1の人も分かりやすい。そうですね、こう本当に完璧求めるんでちょっと怖いですよね。あのルールルールを言うのは
1な感じがします。で、はい、このその正論を思いっきりぶつけてくる人たちなんで、そうですね、うん、いや世のことは正論ばっかりじゃないこともあるじゃんとは思うんですけども、だけどそれはそれとして、そんなんでもそんなのはでも良くないですみたいなことを言い出したりするんで、そうですね、そうなんで、そういった面では8の方が話は早かったりすると僕は思ってます。結構柔軟なんでその辺は、そうでその場で臨機応変にやることもできたりするんで、タイプ8、はい、で、まあ、自分の思いがあるんで、その絶対これはこうしなきゃいけないみたいなことがあればそれにこだわりますけど、はい、そうじゃなければもうやっといてってなるほどなるんで、なんで、うん、まあ5人があるとすると、うん、こちらの中では、うん、まあ、一方的にタイプ1がタイプ8だと思うっていうふうに書いてある、うんうん、怒りっぽいってことか。なんでもしかそのご自身でタイプ1かタイプ8かで迷ってらっしゃる方がいれば、うん、もし周りでなんかそういう人がエリアグラムを知ってるよって人がいたら聞いてみるといいと思います、うん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 、俺ってどっちかなって。あ、そうそうそう、どっちに見えるとか、どっちに見えるって聞くと、うんうん、1か8かは多分分かると思います、うんうん、はい。まあ、人に聞くのも結構重要だったりしますので、そう、私は、うん、あの自己診断では一生6は出てこなかったので、うんうん、4になったこともありますから、うん、僕もありますよ、あの3、うん、4、うん、7 3、4、7ですね、うん、僕はもう有利ですよね、あ、9、5、4、なるほど。で、1回人に言われたのは8、うんうん、うーん、反応でっていうなんか見えたのかもしれません、うんうん、で、まあ、確かに6なんですけどねまあ僕もそこをいろいろ考えると9なんですけどね。あ、でまあ人に、うん、あの知ってる人に見てもらうとよく分かるっていうのはあると思います、うんうん、いかがでしょうか、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。